ビビ、フローライトアイズソングマイナスは、ウィットスタジオ制作による日本のテレビアニメ作品。公式略称は、ビビ。2021年4月から6月まで、東京 MX 他にて放送された。本作は、ライトノベル、リ、ゼロから始める異世界生活を執筆した長月達平と、そのアニメ化作品で脚本を一部担当した、梅原栄治が、共同で、原案。 シリーズ構成を手掛けるオリジナルアニメ作品。AI と歌と歴史改編の3つを主題としており、異なる使命を持った2体の AI を中心とした SF ヒューマンドラマが描かれる。時は2061年4月11日、稼働を開始して1年目を迎えようとしていた自立人型 AI ビビは歌でみんなを幸せにする使命のため、テーマパーク、ニーアランドのステージで歌っていた。 そこへ、100年後の未来から AI の松本が転送されてくる。松本は100年後の AI による人類抹殺事件を阻止するため、ビビに協力を求める。ビビは不審に思いながらも AI 種の転換点を修正するシンギュラリティ計画に協力する。公式サイトより、ビビと松本が歩んだ100年の旅を参考にする。 1>, 1回目松本を2061年4月11日に転送 SP シンギュラリティポイント2回目ビビオ2161年4月11日に転送本作は2016年末にウィットスタジオの和田武氏がプロダクション IG 時代の同期である梅原栄治にオリジナルアニメの制作を持ちかけたことが企画の発端となっている企画を練るうち梅原が ゼロから始める異世界生活の脚本会議での経験から長月、達平を企画に招聘することを提案した。この際梅原は今までアニメのシリーズ構成を務めたことがなかったため自身が慣れ親しんだ制作手法を踏襲するべくアニメーションのシナリオを制作する前に原案小説を執筆するよう長月に依頼した。この経緯から 脚本は2017年から2018年後半にかけて前話を通したシリーズ構成表をもとにエピソードごとの担当を長月と梅原で分担しそれぞれ小説として書き下ろしていきながらお互いの文章をブラッシュアップする形で制作されているよって小説はあくまで原案という位置づけでありアニメは監督やプロデューサーも交えた話し合いを経て大きく アレンジが加えられている。また、幅広い視聴者が楽しめるように、SF 設定はあくまでドラマを盛り上げるためのものとして、難解な設定は極力排除されている。和田は、小説の初稿が完成に近づいた2017年に、アニプレックスへと企画を持ち込み、高橋優馬が担当プロデューサーとなった。監督には、梅原と同様に、和田のプロダクションが IG 時代の同期である。 江崎新平が選出された。キャラクターデザインはコンペティションが実施され、江崎の提言で参加した高橋祐一が選出された。2021年1月15日には制作が発表され、特報 PV の公開とともに公式ツイッターアカウントが開設された。その後、同年2月5日から2月26日の毎週、 金曜日にそれぞれコンセプトトレーラー14が公開され、同年2月27日に第1弾 PV 及び第1弾キービジュアルが公開され、同年3月27日にオンラインイベント、アニメジャパン2021内のコーナー、アージスタジオにて、オリジナル TV アニメ、ビビ、フローライトアイ、S ソングマイナススペシャルトークと題した番組が配信され、第2弾 PV、 第2弾キービジュアルほか各種情報が公開された。特典 CD には書き下ろしのドラマ CD とオリジナルキャラクターソングが収録される。本作のオープニングエンディング、劇とも曲、劇中歌は高橋の提案によりほぼ全てを上前明が担当する。特に突起な着物はヤギ界 D 等各歌唱担当。2021年4月10日よりマッグガーデンの ウェブコミック配信サイト、マグコミにて配信中。作画は、山高森と。アニメ制作前に執筆された、原案小説が、ビビプロトタイプとして2021年4月30日より、マックガーデンから発売中。全4巻で、プロットは長月達平と、梅原栄治との共作であるが、1巻の執筆担当が、長月達平で、2巻の執筆担当が、 梅原栄治、3巻の執筆は、前半のオフィーリア編を、長月達平、後半のビビの作曲、タオ編を、梅原栄治が担当し、4巻の執筆担当が、長月達平となっている。ビビが置かれている状況が違っていたり、ビビの行動規範が使命ではなく、ロボット工学3原則と追加された大礼法則を、ベースにしているほか、 相川洋一襲撃事件の詳細が違っていたりするなどアニメとは詳細が異なる部分も多い。執筆担当の違いのせいか、Vivi ビビプロトタイプの1巻と2巻との間でも設定に差異がある。ラジオ番組 Vivi ビビフローライトアイズラジオマイナスが2021年4月7日から同年6月30日まで音お及び YouTube で配信されていた。 映像付きのビジュアルサイドでは、松本役の福山潤がパーソナリティを担当し、オーディオサイドではパーソナリティが毎回変わっていたが、第6回配信を除き、基本的にビビ役の種崎厚美がパーソナリティを務めた。ビビプロトタイプでは、過去と未来両方にデータを送受信する対象が存在する、必要があると説明されている。成り済ましている間は、エステラと同じ服を着るだけでなく、 自らの髪はコンパクトにまとめ、その上から金髪のカツラを着用していた。松本が控室にいるオフィーリアのカメラ画像を見て、実際には自殺現場にいると気づいたのはダミー映像の中のオフィーリアがディーバにプレゼントされた花を髪につけていなかったため。実際のオフィーリアはゾディアックサインズフェスでの出番中から、 自殺現場で松本にアントニオと名乗った時点まで花をつけたままだった。姉もモカが亡くなった時点で一歳であることがモモカの口から語られている。この時のビビは負傷していた関係で人型 AI の体に流れる青い血が傷口から出血しており人型 AI であるのは一目瞭然であった。未来の技術によって生み出された人型 AI の肉体は体内に 青いが流れている原稿の人型 AI とは製造方法からして異なるようで戦闘で損傷しても青いが出血する様子はなかった。松本をキューブマンと呼ぶ。クレジットされたのは第13話のみだが曲名は主題歌 CD シングマイプレジャーにおける新前赤月のインタビューで明かされていた。ただし第10話からは作曲者として 第13話では作詞者として新たにビビの名前が追加された第12話まではインストゥルメンタル版が流れていた長月は音声での出演。また、梅原に関しては種崎がメッセージを代読していた。ありがとうございます。